大分トリニータ片野坂智弘が選ぶマイベストチーム、フォーメーションは 3-4-3 でいきたいと思います。まずゴールキーパー、横浜 F マリノスのパク・イルギュ選手。マリノスの攻撃のスタート、ビルドアップの構築、非常に素晴らしいフィードがありましたし、背後のカバー、J3 の琉球から加わった中で非常に素晴らしいプレーをしてたと思います。そしてディフェンス、横浜 F マリノスの畑中選手。マリノスのセンターバックを統率し、ディフェンスを統率し、非常にハードワークをし、対人の強さ、フィードの良さを発揮されたと思います。そして横浜 F マリノスのチアゴ・マルティンス選手。畑中選手と同じようにセンターバックとしてラインのカバー、攻撃の関わり、フィード、やはりマリノスの守備をこの2人は非常に素晴らしい成果を挙げたと思います。 FC 東京、森重選手。 FC 東京のディフェンスラインをしっかりと統率し、非常に対人強く守備で貢献されたと思います。そしてミッドフィルダー、横浜 F マリノスの木田選手。ボランチとしてマリノスの攻撃と軸となって、非常にいいプレーをしてたと思います。そしてヴィッセル神戸、イニエスタ選手。非常に攻撃の核となり、ラストパス、ボールの運び、攻撃によって素晴らしいアイデアを持って素晴らしいプレーをされたと思います。ヴィッセル神戸、山口蛍選手。ボランチのプレイヤーですけど、前線への関わり、攻守に非常にアグレッシブに関われ、神戸の中心となってプレーされてたと思います。そして FC 東京、高木陽次郎選手。攻撃の核となって、ラストパス、非常に素晴らしいプレーをしてたと感じます。そしてフォワード、マリノスの中川選手。攻撃の中心、スピード、仕掛け、得点力、どれをとっても素晴らしいプレーをしてたと思います。そしてヴィッセル神戸、古橋選手。神戸の前線のスピード、仕掛け、非常にゴール前での落ち着き、素晴らしいプレーをしてたと感じます。最後フォワード、 FC 東京、ディエゴ・オリベイラ選手。 FC 東京の攻撃の中心となり、前線での起点、ゴール前での落ち着き、決定力、東京の攻撃の中心だったと、非常に素晴らしい成果を上げたと感じます。以上です。